はいどうも、やじけんです。今日はですね、ちょっと緊急で動画撮ってるんですけど、海外掲示板のレディットで、リークに関するものを調べていたら、いくつか面白そうな記事があったんで、そちらを紹介していきたいと思います。みんなが多分気にしてると思うヒーローとかアニメとかのスキンやから、みんなも楽しみなもんやと思うから、ちょっと一緒に見ていきたいと思います。まずこのローバのスキンなんやけど、シュプリームルパンって最高の怪盗って意味なんかな。ルパンっていうのはアルセーヌルパンのことを指してるんやと思うけど、まあなんかそれを模したヒーロー、まあどう見てもタイガー&バニーやけどなこれ。次なんですけど、ホライゾンのスキンで、アトムハートマザーって言って、原子核を持った、母、原子核の母かな、よくわかんないけど意味は。でもこれどう見ても太陽炉やん、これガンダム00の太陽炉やと思うから、なんかそういうのに、インスパイアされたものなんかな。まあなんかこの足とかもガンダムみたいやし、なんかどう見てもガンダムがね、ガンダムがモチーフになってる、ガンダム。で次なんですけど、ヒューズのスキン、アニマルインスティンクトってあるんですけど、動物の本能って意味かな。まあなんか動物をモチーフにしたヒーローなんかな。なんかどう見ても変態の小汚いおっさんやけどな。次なんですけど、ランパートのヒーローハンター、まあなんかちょっとよくわかんないですけど、まあなんかその戦隊もののヒーローをモチーフとしたものになってるのかな。まあそれのランパートスキン、なんかかっこいいね。このなんかガンダム的な、ガンダムのパイロットマスクみたいなのをつけてて、でなんか体の外装がガンダムみたいですごくかっこいい。次なんですけど、シアのスキンですね。シアヒーローハンター、まあちょっとなんか何とも言い難い頭の形してるけど、まあなんか宇宙を感じてるんやろうね。まあなんかようわからんわ。まあなんか緑戦隊ミドレンジャーなんじゃないですかね。次なんですけど、アッシュのスキンっすね。これあれよね、どう考えてもダークヒーロー、コードギアスのガウェインとか、なんかそっち系のなんか配色をしてるのと、あとなんか外装してるのとでめちゃめちゃかっこいいですよね。もう俺これが一番かっこいいと思ってる。リークで出てる中でこれ出てくれたらマジで熱い。もうマジでこれコードギアス。次なんですけど、ミラージュのスキン、もう一言や、お前もブキャラみたいな格好すんな。次なんですけど、レブナントのスキンなんですけど、レブナントレボリューション。まあこのエヴァンゲリオンみたいな格好しててめちゃめちゃかっこいいですけど、なんでお前やねんって感じよね。お前誰も使わんてーって感じの、まあもうレブナントっていうレジェンドにこんなかっこいいスキンが実装されるんですけど、まあ鎌持ったらまた一味違うのかな。まあでもレブナントっていうのがすごく残念なスキンです。最後なんですけど、オクタンのスキンなんですけども、これは言い逃れできへんって。もう海賊王やんこれ、どう見てもなんでこれまんまにしたの。ほぼまんまやん、やば、怒られても知りまへんでーっていった感じで、アニメヒーローの新スキン見ていったんですけど、皆さんどうだったでしょうか。まあなんか欲しいものもあったりとか、これ版権やばいんちゃうんっていうものもあったりとかして、なんかいろいろ見れて面白かったと思います。こういう動画が面白かったよっていう人はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それじゃあ、やじけんでした。バイ。